皆様こんにちは。今回は Google アカウントの乗っ取りを防ぐために2段階認証プロセスを設定する方法をご紹介させていただきます。 Google アカウントでは通常 Google アカウントにログインする際にユーザー名とパスワードが必要なのですが、2段階認証プロセスを設定することで Google アカウントでログインする際に1回限りの確認コードも必要となります。この1回限りの確認コードはログインのたびに変更される、いわゆるワンタイムパスワードで、2段階認証プロセス設定時に登録する電話番号か、もしくは携帯キャリアのメールアドレス宛に Google アカウントへのログイン時にリアルタイムで送信されます。そのため Google アカウントへのログイン時にユーザー名とパスワード、さらに確認コードをリアルタイムに取得するための電話番号か携帯電話が必要となるので、セキュリティ性が一気に向上し、 Google アカウントが乗っ取られる危険性が一気に低くなります。 Google アカウントの2段階認証プロセスの設定方法は、 PC などのブラウザで Google を開き、 Google アカウントにログインします。そして左上に表示されるアカウントアイコンをクリックしてメニューを表示し、アカウントをクリックします。するとアカウント情報のページが表示されるので、ログインとセキュリティの項目の一番上にある Google へのログインをクリックします。このページ内にある2段階認証プロセスをクリックし、次のページで設定の開始をクリックします。ここから本格的に2段階認証プロセスの設定が開始されます。まずは確認コードを受け取る電話番号かキャリアメールアドレスを設定します。設定した電話番号かキャリアメールアドレスに確認コードが送られてくるので、その通りに入力します。コードが正しければ2段階認証プロセスを有効にすることで設定が完了します。2段階認証プロセスでは、先ほど設定したメインの確認コード受け取り用電話番号かキャリアメールアドレスの他に、バックアップ用電話番号も登録しておくことができるので、続けて登録しておいた方がいいでしょう。ちなみにバックアップ用電話番号への確認コードの送信は、携帯電話用のショートメールか音声アナウンスとなります。2段階認証プロセスを設定すると、例えば Android に Google アカウントを設定する際も、ユーザー名とパスワードの他にリアルタイムで送られてくる確認コードが必要となります。また2段階認証プロセス設定以前に Android に Google アカウントを設定していたとしても、2段階認証プロセスを設定すると一旦ログインが解除され、確認コードを使用した再度のログインが必要となります。アカウントは乗っ取られてからでは手遅れとなるため、特にクレジットカード情報なども Google に登録している場合は、2段階認証プロセスを設定することをお勧めいたします。以上、Google アカウントの乗っ取りを防ぐために2段階認証プロセスを設定する方法のご紹介でした。